嫌なことを言われたときのとっさの返し言葉。森祐子。換気出版。はじめに。皆さんはいきなり嫌なことを言われたとき、どうしていますか上手に交わしたいけどできない。多くの人がそう思って悩んでいるのではないでしょうか。嫌なことを言われると、 気分が悪いですよね。相手に悪気があろうがなかろうが、ムカッとしてイラッときます。傷つくことを言われれば、心が折れそうになります。大抵は顔に出て無言になるか、カッとなって攻撃的になるかのどちらかです。この、と心で叫んでみても、自分の立場を考えると黙ってしまう。許せなくて、 つい売り言葉に買い言葉のようになってしまう。後から悔しさがこみ上げて、言い返せなかったことをすごく後悔する。そんな声をたくさん聞きます。二度と会わない相手ならまだしも、日々顔を合わせる職場の上司や先輩、取引先、学生時代の先輩後輩、友人、近所の人、ママ友。 生涯付き合いが発生する親戚とは、波風を立てずに、上手に付き合っていく方がいいのはわかっています。ですが、そのために嫌なことを言われても我慢してばかりでは、いつまでも嫌な気持ちのままです。または、カッとなっても、相手との関係は良い方向には向かいません。場合によっては、人と会うのが怖くなってしまうことにもつながります。 残念ながら、嫌なことを言ってくる人は本当に多くいます。世の中はストレスだらけ、日々心の戦いをしているようなものです。そこで、そんなストレス戦士たちに自分を守ってほしい。突然の攻撃にも慌てることなく上手にかわし、相手を一騎打ちしてすっきりする術を伝えたい。そんな思いからこの本を書きました。 私は長年のダブルワークにおいて様々なタイプの人と出会ってきました。年齢に関係なく素晴らしい人間性を持っている人もいれば逆の人もいます。かつて私はふとあることに気がつきました。嫌なことを言う人は嫌な人ではあるのですが悪人ではありません。平気で人を騙すような人に比べれば決して 本質的に悪い人間ではないということです。お子様だったり、寂しい人だったり、ただの短気な人だったり、自信がないだけの人だったりするのです。そんな風に見方を変えてみることができれば、可愛い,いものです。ひねくれ度合いが半端ない人は別ですが。そうなれば、対策は簡単です。原因がわかれば、 もう怖がる必要はありません。ぜひ本書に書かれていることを参考に実践していただき、あなたの心に勝利の旗を掲げてほしいと思っています。ここで本書の内容をざっと紹介します。プロローグでは心の準備について説明していきます。いつどこで嫌なことを言われるとも限りません。言葉の攻撃は 急にやってきます。その時、心の衝撃を少しでも和らげるためには、事前に構えておくことが必要です。心構えをしておけば、慌てることなく反撃に出ることができるからです。つまり、心の準備をしておかなければ、上手に反撃することはできなくなるのです。とても大切な部分ですので、しっかり聞いてほしいと思います。 第一章は上司や先輩からの嫌な言葉です。これだけ職場のパワハラが世の中の問題になっているにもかかわらず嫌なことを言ってくる人はまだまだいます。その証拠に上司や先輩との関係性に悩んでいるビジネスパーソンは本当に多いのです。もしかしたら嫁姑問題のように永遠の課題なのかもしれません。 プロローグで紹介するブグを使って上手に反撃する術を実際にあったエピソードと共に説明していきます。第2章は後輩からの嫌な言葉です。自分を慕ってくれている可愛い後輩から気に障る言葉が飛んできたらどうしますか大人げない態度で言い返したらそれこそお子様になってしまいます。 そうならないように先輩としての格を下げることなく上手に反撃する返し言葉を説明していきます。今後の後輩との関係性も安定していくことでしょう。第三章はお酒の席での嫌な言葉です。会食や飲み会は喧嘩に発展する可能性ナンバーワンの場所かもしれません。アルコールが入ると 人は気が大きくなります。そして気が大きくなると、デリカシーなさすぎ人間が登場してきます。絡む、非難する、セクハラ発言など、たまったものではありません。ならば、こちらもお酒の席であることを利用して、思いっきりチクリと反撃するのです。たかが酒の席ではなく、されど酒の席です。 すっきりする方法を紹介していきます。もちろん、上手にかわす方法です。第4章は、幼稚園や小学校の父母会などにおける、ママ友からの嫌な言葉です。これも永遠の課題と言えるでしょう。子供が大きくなるまでの我慢といえども、最低でも数年間はあります。しかも、女の世界です。 その中のさらに狭い世界、ママ友ワールドで繰り広げられる出来事は、面倒で厄介な問題に発展しがちなのです。よくある問題を抜粋し、嫌なことを言われた時の上手な返し言葉を説明していきます。きっとこれで大丈夫。頑張ってくださいね。第5章は、親しい人からの嫌な言葉です。 親しき中にも礼儀ありとはよく言ったものです。昔の人はいいことを言いますね。親しい友人や同僚、親戚、夫婦、恋人まで身近な世界は思っているより広いのです。親しいからこそデリケートなことを聞かれたときは本当に困ってしまいます。よくある言われると嫌な気持ちになる言葉に対しての 反撃の仕方を紹介していきます。そして、巻末には、返し言葉のフレーズ集として、まだまだある、言われると嫌な言葉をずらりと並べ、上手な返し言葉を紹介していきますので、これいいかも、と思った返し言葉があれば、ぜひ使っていただければと思います。なお、各章で紹介しているエピソードは、すべて実際にあった話です。 ただし、個人を特定することを避けるため、名前は変えてあります。また、それぞれの項目の最後に、私の好きな名言と言える言葉を加えさせていただきました。合わせて楽しみながら聞いていただけると大変嬉しいです。一人でも多くの人が、今よりも心に平和を感じることができ、笑顔が増えることを願っています。 それでは心の戦国時代における嫌なことを言われた時のとっさの開始言葉幕が上がりますプロローグ自分を守りながら上手に反撃するために戦術その1 嫌なことを言われた時のために自分を守る準備をしておく。心構えをしておく。心に鎧をつける。仕事やプライベートで人と会うことがわかっている時はもちろんのこと、外出すれば道すがら誰に会うかわかりません。地元の友人や同級生、知り合いに遭遇し、 思いもよらぬ立ち話に発展する可能性は意外とあるものです。いつどこで、誰に、どんなことを急に言われようとも、心の傷が最小限になるようにするには、準備が必要です。ここで言う準備とは、構えておくという心の準備。心に鎧をつけておくということです。心の鎧があれば、 嫌な言葉の矢が飛んできても弾くことができます。少なくとも心の中に深い傷をつけることは避けられるというわけです。外出の際、玄関で靴を履くと同時に心に鎧をつけます。よいしょ、と気持ちに弾みをつけるイメージです。そして頭の中で盾と矛を装着しておきます。 盾と矛は返し言葉という武具のことです。どのような武具なのかはこの後説明していきますね。まずは家を出るとき心に鎧をつけ盾と矛を頭にインプットして持っておく。これで準備万端。心構えは OK です。武具は鈍感力と調強力。 縦と矛銀座で働いていたとき、私もお客様に随分嫌なことを言われました。14年間も働いていたのですから当然です。いいことばかりのわけがありません。それに、銀座のクラブに来るからといって、すべてのお客様がいい人とは限りません。ましてやお酒の席です。酔っ払い相手に、 宿泊したことは何度もありました。オーナーママをはじめ先輩ホステス、後輩ホステスが嫌なことを言われている場面も数えきれないほど目の当たりにしてきました。同時に上手な返し言葉で相手に対応している姿もたくさん見てきたのです。この銀座での経験が私の心に びくともしない頑丈な鎧を作っていきました。そして、この後お伝えしていく、鈍感力と調強力という、縦にも矛にもなる武具を身につけることができたのです。この二つの力を使った返し方をすれば、相手はまるで諦めたかのように、それ以上の言葉を口にしなくなります。鈍感力と調強力は、 嫌なことを言ってくる相手に振り回されず、心で上に立つための最も重要な武具になるのです。戦術その2。心が折れないように、盾となる言葉で上手に反撃する。鈍感力とは、盾。さて、 思いもかけず嫌なことを言われてしまったとしましょう。言葉の矢が飛んできました。一気に血が頭に登っていきますよね。悔しくてすぐに怒りをぶつけたくなります。あるいはショックで何も言えなくなります。ですが大丈夫。すでにあなたは心に鎧をつけています。それに、 盾と矛という武具も持っています。飛んできた嫌な言葉に対して落ち着いてどちらかの武具を使えばいいのです。主流は盾となる鈍感力です。鈍感力を使った返し言葉を差し出すことで自分を守りながら相手に反撃できます。鈍感というと 一般的に鈍いというニュアンスに受け取られてしまいがちですが、決してそうではありません。短気な人はカッとなると思ったことをすぐ口にしてしまう傾向があります。ですが、人付き合いが上手な人は、どちらかというとゆったりとしていて落ち着いて見えるものです。話し方も短気な人に比べてかなりゆっくりです。 決して鈍いのではなく、嫌なことを言われた時にも、心にワンクッションを置いて、ああ、この人は、こんなことを言ってくるんだ、と、一瞬で冷静に状況を判断しているということです。この伝とした構えの姿勢、それが鈍感力なのです。医者であり、小説家でもあった、故、渡辺淳一さんは、 自身の著書、鈍感力、集英者で次のように言っています。それぞれの世界でそれなりの成功を収めた人々は、才能はもちろん、その底に必ずいい意味での鈍感力を秘めているものです。おっしゃる通りだと思いました。銀座で成功し続けているママや人気のあるホステス、 一流と言われているお客様、一流になっていくだろうお客様はみんな、この力を持っています。嫌なことを言われても、気にしすぎることなく、深く考えない。あらゆる嫉妬や皮肉にも動じない力は、いい意味での鈍感力です。鈍感力こそ、自分を守りながら、相手に対して反撃する武具であることに、間違いありません。 鈍感力のある返し方とは、縦の使い方。ここではざっくりと三つに分類します。まずはリピートです。相手が言ってきた嫌な言葉をそのまま相手に返します。カッとなって怒りの口調ですぐに投げ返すのではありません。繰り返しますが心に鎧をつけているので、 慌てる必要はありません。落ち着いて少なくとも2秒ほど置いてからはっきりさらっと返すのです。次がすっとぼけ質問です。相手が言ってきた嫌な言葉に対して逆に質問をします。相手に関する質問ではなく飛んできた嫌な言葉に対してすっとぼけるような質問を投げかけるのです。 すると相手は今日疲れるため意外と効き目があります。子供じめているような感じがするかもしれませんが、落ち着いてさらっと言えば大丈夫です。これは大人のプチ反撃です。最後はユーモアです。ユーモアで戦うのは少しハードルが高く感じるかもしれません。ましてや普段から冗談を言わない人にとっては、 なおさらだと思います。でも大丈夫です。本書に書いてある返し言葉は、ちょっと勇気を出せば使えるものばかりです。なぜなら、そのほとんどが短い言葉だからです。一瞬、えと、相手が言葉に詰まるような一言ユーモアなので、すぐに覚えることができ、実践しやすいので安心してください。 悔しさをユーモアで返すのはセンスです。センスのある言葉を返されたら、相手はあっぱれとなるはずです。